襖の隙間彼女は物心ついた頃からうちに帰ったら必ず玄関や部屋の戸は閉めるよう母親からしつけられていた「戸や襖が開いているとそこから誰かのぞくんだそれは好きだ」。 「生活で隙を出したらダメだめだ」「身だしなみもきちんとする礼儀作法もきちんと守るそれと一緒」「部屋にも隙を作ったらだめだぞ」彼女はその言いつけをよく守り戸締まりは習慣となったところがある日 ふと部屋のふすまが少し開いているのに気がついたあっと思ってふすまを閉めようとすると見知らぬおばあさんがその隙間からこちらをのぞいている腰の曲がった小さななりで 顔はしわくちゃ。しかし目だけはぎろりと光るなんとも奇妙な恐ろしい行走で彼女をきっとにらみつけるとふすまを閉めたその後しばらくはふすまの向こうの部屋に怖くて行けなかった。